今回は豊橋にあるいくつかの古墳を簡単ですが撮影してみました。その第1弾です。三山古墳は室の三山公園の中にある前方後円墳です。全長は 31.5 メートル、後円部の高さは 3.5 メートルで、上部には戦死者を記念する忠魂碑が建てられています。こちらは前方部。三山古墳は5世紀から6世紀頃に作られたと推定されています。古墳に滑り台が作られているのは意外でした。次に向かったのは御園町の吾妻田古墳。吾妻田古墳は5世紀頃に作られた全長40メートルの前方後円墳です。後円部の階段を上がると神社があります。左の階段を降りていきます。すると正面には大きな碑があります。豊橋生まれの影山昌平王の碑です。そしてお社の下には神道修正派の碑があって、インターネットで調べるといろいろと奥が深そうです。後円部の高さは3メートル、前方部の高さは4メートル。こちらは前方部です。次は豊橋市の東、山がもう間近に迫る岩崎町の日吉神社です。本殿の右側の奥を見ると、上代墳部遺跡と書かれた石柱があります。丘に登るとありました。まさしく古墳の石室で少し感動しました。高さは 1.4 メートルぐらい、奥行きはだいたい5メートル。そして本殿の左側にもう一つ2号墳がありますが、こちらは石柱が立っていて石で閉じられているような感じもしました。4カ所目は石巻方面の須瀬町にある満腹寺古墳。ちょっとした竹林を歩いていきます。左側に倒れかけた満腹寺古墳の標識。そこからさらに進みます。満腹寺古墳は計12メートルの円墳です。ありました。見た目では円墳というのが分かりづらく鉄の格子で閉ざされていますが、中は覗き込むことができます。石室は全長 8.3 メートル、高さは2メートルとのことです。そして5箇所目の各案に向かったんですが、日が暮れてしまって断念。第2弾でご紹介します。ご視聴ありがとうございました。そして拙いナレーションで失礼いたしました。